Hooks! 実に基本的な構えだぜ。さすが雨王じゃ、教科書通りってわけか。落ち着いていけよ。分かってるって。オーソドックスのアップライトスタイル。後ろ足に体重を残しているところを見ると、カウンター狙いか。叩きました。バルがバックステップで華麗に避ける。いいステップだ。何気なくリングを丸く使ってやがる。 スピードもすごいです。強烈！佐々木の全身を止めた。今のがジャブ。スピード、パワー、バランス、言うことねえな。これじゃめったなことじゃ崩れそうにない。崩すとしたら重いジャブだ。さすが世界王者。これくらいは覚悟の上よ。だがこういうボクシングは 教科書に載ってねえだろ。佐々木取り付きの右から右、このまま体を預けた。そうだ、あそこまで肉薄すればテクニックは殺せる。おお、肩で勝ち上げやがって。やれやれ。はるばる日本まで来てもらって悪いがよ、俺にとっちゃ今回がラストチャンスだ。勝たせてもらうぜ。よーし、ボールを打たれた。肉弾さんでペースを掴んだか。 すごいプレッシャーのかけ方だ。なりふり構わないのが功を奏した。しかし気に入らねえな。この局面でセコンドが微動だにしねえ。本当だ、明らかにピンチなのに。中心が前足にインファイトする気か。願ったりよ。出陣戦は俺の土俵だぜ。大勢、 バルクがインファイトで応戦。投げて打ち合いになった。どちらが打ち勝つのか。これだけ肉薄してなぜスムーズに手が出る。まさかこいつ、これが本来の姿か。あいつインファイターか。うっ、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  なんて表情だ。まるで別人じゃねえか。鈴木さんが下がった。まずい、ガード。ヒロムだ、前に出るぞ。ガードの外から的確にパンチが飛び込んできやがる。カレーヒット。これは消えた。 ボルグ、やめよ。やめてくれ。ボルグ倒れだ。やめよ。 ダンクを早く。し、試合終了。なんとも形容しがたい幕切れ。ボルグ・ザンギエフ強し。貴様、うちの大事な選手を。伊達さんが鈴木さんを倒した時より早いなんて。 先輩、伊達さん帰っちゃいますよ。テクニック云々じゃない。ボルグさんは力で世界を制したんだ。ボルグ、君の勝ちだ。引き上げよう。あ、勝ったのにニコリともしない。それどころか 何か悲しそうな。切れ味といい、凶暴さといい、まさに牙を剥いた狼だな。ええ、今度はあの人と戦うのか。